こんにちは、カイチです、キングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで5つ目の島を脱出しまして、次はいよいよこのスカルアイランドになります。ここにはですね、一つ大きな特徴がありまして、それをお見せしたいんですが、っていうか本当にいないですね、騎士兵が。っていうか大工もいないじゃないですか。マジか。あれなんでだろう、乗り込ませたのにいなくなってるなんていうことがあるんだ。よし、よいしょ。メモりますよ。おお、出ました。はい、これちょっとあんまりリアルタイムでしっかりこうゲームの時間を流したくないんで、このまま解説しますが、なんか樽持ってます、この像で。そっから液体が流れ続けてるんですけど、このスカルアイランドにいる間はこの液体がなくなったら終了ってことになります。なんか砂時計みたいなもんですね。でこの水を止めるために8コインいるっていう鬼畜な設定になってます。8コイン入れると1日その水が流れ出るのが止まるっていう、だから時間制限があるんですよ。あー、出た出た出た、弓の像が出た。これもう完全に左攻めないかんですね。よし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 。あー、で金槌ね、なんか並んでるな。ほっほっ。あー、でも戻るか。出てくる量が多いんですよね。あ、一体だと。よかったよかった。で、キャンプか。もう夜になりますが、構わず行きますよ。自分で稼ぎますからね、このクマさんは。ほっ。で、またポータルか。で、壁ですね。お、しまった。めっちゃメモして。あー、やっぱ多いな。初日なのに3匹か。まあ稼げるから全然大丈夫です。
うわ、止めたいな、止めとこ。大工一人はきついっすね。よしよし、3人、誰もいないっすか。家がない。家がない。まあ弓蔵があるからなんとかなるけど。ああ、もう一丁。敵が見えん。あ、はい、ということで、わかりますでしょうか。右端今壁でしたよね。左端壁でしたよね。で、船なかったですよね。そういうことなんです。この島には、この島は脱出するのが目的じゃないんですよ。あの8枚コインで止める樽の像で時間を止めながら、その制限時間の間に両端の壁を壊すのが目的になるんです。で、今までみたいに、あ、厳しいわ、じゃあ逃げようっていうのができないんですよ。これが最高難度のキングダムニューランズです。まあでもどうだろうな、いけるかな。弓の像があるんで不可能ではない。しかもクマさんいますから。前ここ来た時多分、あ、でもユニコーンだったかな。あ、そうか、前来た時時間切れになったんですよ。あの樽の意味が分からなかったんで、普通に時間切れになりました。めっちゃくちゃいい感じでバリスタがこうそこら中にある状態で、いつでも怖いって感じだったんですけど、いきなり意味の分からない感じで終わりました。本当に意味分かんないです。よしよしよし、というかここを広げればいいのかな。今のこのマップ
ップから考えると、とりあえずキャンプ場が近くにはないです。絶対ポータルを挟んでるんで。でもまあまずは左側からかな。これちなみに追加投資できないです。毎日コツコツやんないといけない。あ、漏れ土ない。もう両サイドガンガン鍛えていかないと。両方から来ますからね、パンバーさん。ちょっと開拓しちゃおうかなと思います。あ、まずい。あ、まあでも大丈夫か。6日目か、もう6日だったな。早いな。とりあえずこの森土までは行きたいですからね。よし、カーター勝ちましたよ。作戦勝ち。これでだいぶ時間を節約したはずだ。この像結構内側にあったおかげでめっちゃ投資できますね。結構端っこにある場合もあるんで、こういうなんか牧草の生えない工業団地みたいなところもたまにあるんですよね。ハズレですね。ああ、もう仮面から出てきたか。ああ、人かな。これパン工房があるからまだこれだけ集まってますけど、パン工房いなかったらもっときついですからね。あ、まあ乗り込んできた人員がまず少ないか。ほら、でこの空間が2つもう1個あるはずなんですよね、ポータルの前に。だからそこまで行っちゃいます。そこまで行く必要ないわ。刻んだ方がいいわ。あかん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 。もう序盤は終わったから。よいしょ。タックル、タックル。行っちゃおうか。くしょ。これをどこまで行くかなんだけど、行っちゃう。まあ、この距離だと確実に喧嘩するね。始めとるし、早速弓取られとるし、あ、そして早速弓取りに行っとるし、こうだ。あ、流れ出てる。止めたいな。まあ、なんとかなる程度か。
津波はそこを止めるっていうことを知らずに結構の間プレイしてたんですけど、ポータル4つ5つ壊してもプレイできてたんで、まあまあまあしばらくは大丈夫です。え、収入ない。もしやここにいることでどんどん人が減ってるのかな。やっぱ戦力減ってってるわ。失敗から学ばない男。焦りました、焦りましたよ正直。あそこに置かなかったらここだもんね次。でも戦力がガンガン減ってるからな、最初の1個目右側って嫌だな。左側の方がだいぶ有益なんで。ブラッドムーン耐えられないかな、特に右側は耐えられないな。どんな感じでしょう。意外、意外に耐えてる。門限なんで。ちょっと勝手に壊した、勝手に壊した。ほらほら、ちょっとさやったったぜみたいな。ちょっとまあ英雄だけどさ。え、リベンジャートックさっきのやつかな。じゃあクマで撃退。おお、来た来た来た、これこれこれ、はいはいはい、これだな。無理だな、これは。なかなか金銭で、金銭で背中がすっげえおとなしいな。お、倒しちゃった。ちょっとね、皆さん本当に反省していただきたい。じゃあ、一応そういう感じで1個目のポータル撃破しました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。